どうもこんにちは、T1 スタイルズです。今回乗っていく戦車はフランスのティア8プレミアムライトタンク、LP-90。ライトタンクが多いティア8隊においても、結構尖ったスペックをしている軽戦車ですね。特徴を述べていきますと。まず小さい、これがほんと武器ですね。どれぐらい小さいかというと、軽自動車より一回り大きいくらいの大きさ、すでにこれだけで魅力だよね。かわいいよね。重さも 6.7 トンと、同格軽戦車ではイギリス軽戦車、LHMTV の次に軽い。次の特徴、それは四方。すでに右にオフセットされた四方が目につきますが、こんなに小さくて 90mm 砲を搭載、しかも3発のオートローダー。今ではこの後継のローダー軽戦車は同格にはいないので個性的ですね。ただ 90mm とはいえ同格の 90mm 砲よりも単発火力は低め。小さいから許せる。とはいえ砲精度はお世辞にもいいとは言えず、弾速も遅い。積極的に攻めていく同じフランスの軽戦車、リンクス 6x6 や EDR75 とは違い、この手法はお守りだと思っているくらいがいいかも。さらに同じフランスの同格軽戦車、バッチャ12トンと比べても、こちらは機動力が物足りず、小ささゆえに操作性も悪く、悪路なんて走れない。割と火力を振り回し万能に立ち回れるバッチャさんとは違うのです。では小さい以外に何が特徴なのかというと、随分引っ張ってしまいましたが、それは隠蔽率の高さです。小ささも相まり、隠蔽の高さを武器とした、偵察、特に沖偵察にかなり特化した性能を持ちます。昨今の茂みが減ってしまったマップにおいても、この小ささから普通の軽戦車では収まらない茂みに隠れることができ、敵に気がつかれないこともしばしば。それによって奇襲の機会も生むことができますが、総火力はあまり良い方ではないので、やはり戦うというより偵察に特化した運用が輝く戦車ですね。テーマ茂みから出てましたね。焦った。これでバレずに先に敵を見つけるとは、沖偵察特化しててよかった。というのも私はこの車両、攻撃は諦めて垂直安定装置や射撃改良装置、換気扇などは積んでおりません。レンズ被膜は軽戦車のデフォだとして、残る拡張パーツは、双眼鏡と迷彩ネットを積み、さらに沖偵察に特化した運用で立ち回っています。これならば最悪、茂みがなくとも先に敵を見つけられることもあるからね。沖偵察特化で弾をあまり撃たないこともあって、稼ぎは上々。こいつがプレミアム車両でほんと良かった。そして危ないとこだった。パットンに70メーターの距離まで近づかれるとは。どんなに隠蔽があっても50メーターを切ると強制的にバレてしまうのがこのゲームの仕様。ソーシャルディスタンスは心がけましょう。私の後ろに狙撃手もいないので、ここは諦めて下がりましょう。おろ?狙撃手が来てくれている。それじゃあここら辺で、ギリギリまで引きつけて見つけましょうか。ここにしよう。カモネット、カニメガネ、ハーツドウ。敵はイケイケだったからな、おそらく接近してきそうだが。あ、来やがった。味方さん、やっちゃってください。危ねえ、バレてない。あ、ダメダメ、ソーシャルディスタンス、ソーシャルディスタンスー。でも10メーターキープはもう無理ー。逃げる、砲引きつけるから味方さん後は頼んだ。ローダーはこのためのお守りなんやー、じゃなくて逃げる、車線切れるとこまで逃げる。あっぶねー、死ぬかと思ったー。てか55メーターの距離まで接近されてバレないとは恐れ入ったゼミニエルクちゃん。50メーター以上の距離をキープしながら交代するとか、心臓に悪いぜほんと。スパイゲームやってる感覚になってくる。さあだがこれで脅威は去った。そしてこの試合はオープニングのおまけ試合、本編ではないのでバッサリカットを入れます。少しずつ詰めてみたけど東に敵はいなかった。みんな逃げてしまったようだ。なのであとは詰めるだけ詰めて。敵の側面に数発ぶち込み。砲精度はやはりいいとは言えない。最後は隠れている敵を暴き出し。車体が小さいから小さなキックも大事なシールド。これにて出番終了。この試合は大したことないけど、隠蔽に特化しているというスペックは納得いただけたかと。という感じで沖偵察特化したこのミニエルクちゃんで、今回は偵察メインで、頑張っていきたいと思います。
改めましてこんにちは、ウォットルンルンゼー、T1 スタイルズです。先ほどの試合はスペックを見せがてらのおまけ試合ということで、ここからもうちょっと頑張っていきます。マップはステップ、北側のスタート。お互いに4両ずつ軽戦車がいるという戦場ですね。どう他の軽戦車を出し抜けるかですが、無理せず起き偵察で、稼いでいければと思います。初動はこのミニエルクにこそふさわしい、定番の中央のポジションに、この車両を放置していきたいなと。招待仲間は先ほどから引き続き ISU152系に乗るギガロさん。でも今回はお声は聞けません。前回まではわちゃわちゃ忙しい回だったからね。今回はまったりめで、私の一人語りでお届けします。てことで定番ポジへ。装輪車が敵に二人もいるのが怖いけど。カニカモ発動。オーブンラスク、こっち来んなよ。お、LT432が見えた。これぞカニ目の力、だと思いたい。早くも爆散、さすが味方さん。一番面倒な位置の敵が死んだな。ワールドオブタンクスのゲームシステム上、最大視認範囲というのが、445メーターと決められているんですよね。その数値には、レンズ被膜と搭乗員スキルさえあれば達してしまうのですが、それ以上に視認範囲を強化する意味がないわけではなく、簡単に言うと、強化した分の視認範囲を持っていると、隠蔽率の高い敵を見つけやすくなるんですよね。先ほど茂み裏の LT432を見つけることができたのは、もしかしたらカニメガネのおかげ、だったかもしれないと。敵をより早く見つけることにつながるので、味方がしっかりアシストしてくれれば、アシストダメージを稼ぎやすくなりますよね。これがエルクの小ささと隠蔽を活かした、起き偵察特化の秘訣ですね。同じフランスの同格軽戦車でも、装輪車両とは真逆の軽戦車ですね。あちらは走るのがお仕事、起き偵察では視界が足りず、怒られてしまうこともありますが、私は置いておくのが仕事ですから、オートローダーの手法はお守り、こんなところでは撃ちません。経済的でいいよね。実はクレジット稼ぎが目的でこれに乗っていたり、初動で2両を潰せたのは大きかったですね。別のポジションに移動しましょうか。敵の主戦力が南東側で見えているので、敵が西から押してきているとは考えにくいのですが、安全確認も兼ねて、西の偵察行ってみましょう。できれば発砲はしたくないですし、敵装輪車両も2両もいます。そして1両は未だ未発見。はっきり言って火力と機動力ではさっぱり勝てない車両ですからね。早め早めに見つけておきたいところ。よし。誰もいないと見た。TL1 くらいはいるかもと思ったけど、さすがに孤立はしていないか。駆逐戦車で前線に来るとも考えにくいし、敵味方ともに西側は空っぽかな。とはいえこのままでは東側が停滞し続けそうだからね。かといって中央を攻めるには装輪車も隠れていそうですし、駆逐戦車も多いので、西から回っていきたいところ。味方が誰もいないので今は前進せず、後ろに ISU152系に乗る、ギガロさんが来るのを待って動きましょう。ISU の大火力と私のローダー砲が合わされば、交戦しても倒せない敵はいなそうですしね。お、LTTB も来たか、どれ進むか。あれ？帰るのか？ならばやはりギガロさんを待とう。前に行きたいという気持ちはあるんだけどねー。誰からも支援なしでは装輪車にすら勝てませんからね。ジレッタクとも待機です。自走砲が3両いますが、すぐに支援はもらえなさそうですしね。まあ、こういう時、意思疎通取れる味方がいることが本当にありがたい。やっと来たかな？さらに前の茂みに侵入するぞ。念のため敵がいそうな位置からバレないよう、正面に茂みをかぶせて動く。一歩前進完了。あ、本当にいたよ。今日は勘が冴えてたなー。西の防衛がないから、起き偵察がワンチャンあるかもなーと用心してたのよね。そしてギガロさんナイス。待ってた甲斐がありました。じゃも一つ敵がいそうな位置が見れないか、さらに一歩前進しよう。お、見えた。ここも撃ちたいけどねー。ワンチャンバレるから撃たない。中央にねー、装輪車がいる気がするんですよ。って書いたわ。いたいた。見てよこれ、本当にいた。マジで今日は勘が冴えてんなー。別に編集時に結果知ってて後付けで言ってるんじゃないのよ。本当にこの時の勘が冴えてたの。だけどこれでむやみに動けなくなったね。ちょっと様子見。お、ギガロさんナイス。起き偵察様々ですわー。
今日の私は金欠ドケチおじさんだからね。やっぱりなるべく発砲はしたくない。だがこれぐらいは倒してもよかったかも。ドケチの起き偵察が板につき始めてるわ。あら？そこにおったかティエルワン、いいもん見つけた、やったね。あら？ギガロさんがやられた。あ、さっきの SU-130 にやられたのか。やっぱりあれ、見つかってでも何でも一発撃って仕留めておけばよかったな。ドケチで仲間失ってたねー。お話になりませんよねー。これはちょっと失敗。もう数秒早く倒せてれば起こらなかった悲劇。起き偵察特化とはいえ、逃がしたのは痛手だねー。そこは反省。お、装輪車が突っ込む。あ、ダメだ。敵の配置は理解できた。TL-1 は完全に孤立してるのか。ならばこれを倒すのが使命だな。多分引いてないとは思う。しっかり見つけて、今こそ自走砲から支援をもらおう。まだ SU-130 もいるし、大丈夫。私はまだ一人じゃない。いたね。チワッス。砲撃要請、してるんだけどリプレイバグでここに反映されていない。けど自走砲さんお願いしまーす。あれ？ダメ？撃てない？さすがに3発で仕留められないと、私は前には出れないぞ。あ、SU さんありがとう。これならギリいけるかも。やるじゃん自走砲さん。できればこっちが観測した時に撃って欲しかった。ま、文句は言わないさ。これでようやく発砲する時が来たわけだ。こんにちは。あやべ。ラムはやめなさい。危ない。体当たりは弱すぎるからね。もらわなくてよかった。一発ダフっちゃったから焦ったよ。車体が小さいからさ、起伏で砲撃すると、ちょっと身長足らずに、地面撃っちゃうこともままあるのよ。まだまだだねー。普段発砲をしないでやりくりしてきたのがバレてしまう、デカバラしてるようなもんだけど。ちゃんと撃つときは撃ってるんだからね。勘違いしないでよね。じゃあ次は東側に行こう。STA-1、あれを潰さないと厄介だからね。あ、ちなみにこういう大きい起伏はスピードに注意。車体が軽いからさ、車体が弾んじゃって、思わぬ減速や、最悪ダメージをもらうこともあるのよね。砂の川なんかは特に怖い。小さいスペースにでもスルリと入る。あれ？あ、発砲したから見えたのか。あ、もう一両。自走砲はここで積んでおかなきゃ。さっきの二の舞はごめんだ。おっと本命の STA-1、自走砲さんプリーズ、援護プリーズ。そして私は装填中。やっぱりリプレイバグで装填時間が出てないけどただいま装填中。あ、撃てる。いや撃てない。装填中でーす。あと10秒で入る。ちょっと早めに接近。あら、ありがとう自走砲さん。出番がなくなった。そして弾が入った。あちらの SU が撃てるように移動するか。大丈夫、ここから狙える。外れ。外れ。あ、もういいな、必要ない。今のうちに装填。ってここで UDES こっち来るんか。勘はいいくせに装填のタイミングがよろしくない。ま、残るはこの子だけだし、あとは自走砲に任せて逃げますかね。ここで敵にも自走砲が残ってたら危なかったかもだけど、さっき積んでおいてよかった。って今度は再装填の時間が出てる。リプレイはこういうのがあるんだよねー。今に始まった話じゃないけど。よし、ナイスだ自走砲さん。ほぼ発砲しないで終わったな。観測ばかりの起き偵察特化の節約試合、ここに終了です。戦闘結果です。2バッジ。
パトロール任務をゲット。余ダメージは576だけど、アシストダメージは5149、ざっくり10倍。あまり弾を撃たずに観測だけしたので、プラス収支は9万5000クレジット。これ通常赤だからこうだけど、プレ赤だったら14万近く儲けたのね。節約度ケチを貫いたこともあり、結構な大儲け、ウハウハで金欠の私には嬉しいです。経験値では味方1位。今回は隠蔽と視界で勝つ場面が多かったね。そしてしっかりと支援してくれる相棒を一人連れていたし、自走砲が3両もいてくれたのは頼もしかった。経験値順で見ても私に次いで自走砲が3両続いていますね。少し自走砲さんにも稼いでもらえたかな？味方のためになったのなら嬉しい。私は結構、奉仕精神でゲームをプレイするのが好きなので。以上、起き偵察特化したミニエルクさんのご紹介とお披露目でありました。これフレンドからもらった車両なのに全然乗ってあげられてなかったんですよ。というよりバッチャ12トンが好きなのと、装輪車、それから運用の似てるイギリス系戦車にハマってたこともあって、全然触ってあげられてなかったんですよね。やっとお見せできてよかったです。最後までご視聴いただきありがとうございます。励みになりますので、コメント、チャンネル登録をお待ちしております。なかなかウォッドができず、動画用のストックがない時期が続いておりましたが、ようやく少し、ストックが溜まってまいりました。編集に時間がかかるかもしれませんが、また楽しい時間がお届けできるよう頑張りますので、お楽しみにね。ではでは皆様、また次回お会いいたしましょう。まったねー。